ケノデオキシコール酸は、単純酸の一種である。ケノデオキシコール酸は、白い結晶物で水に溶けないが、アルコールや酢酸,酸には溶け、有点は165セッ167度である。このカルボン酸塩は、方号ウウケのデオキシコール酸と呼ばれている。ケノデオキシコール酸は、肝臓で生成される4大有機酸の一つである。ケノデオキシコール酸は、肝臓で コレステロールから合成される。それはアヒルから初めて取り出され、それゆえ、ギリシャ語でアヒルを意味する、毛の名前が付けられた。この化合物が大腸内の微生物に代謝されると二次単純酸であるリトコール酸に変化する。この反応は一部の腸内細菌が有する単純酸マイナス 7α デヒドルキシラーゼの酵素によって触媒される。これらの二つの単純酸は、 タウリンまたはグリシンと結合することができる。この結合は肝臓内でより乖離度の高い条件下で行われるため、生成する化合物はイオン化されたままとなる。これらのイオン化した化合物は消化器官に止まり海腸まで達し、そこで再吸収される。化合物の結合の目的は海腸に至るまでの消化期間における脂質の吸収を手助けし続けるためである。 一箇所に細菌層が停滞して止まることにより、微生物が小腸で異常増殖する場合、微生物が結合した単重酸を分離し脂質の消化吸収を妨げる。この症状は脂肪便を発現させる。毛のデオキシコール酸とコール酸は人において最も重要な単重酸である。その他の哺乳類ではデオキシコール酸の生成の方が優勢である。 人での代表的な二つの単純酸は、コール酸とケノデオキシコール酸である。人の単純酸の比率は、一時単純酸である、コール酸、ケノデオキシコール酸、腸内細菌により 7α、デヒドルキシ化された二時単純酸である、デオキシコール酸、リトコール酸である。ありがとうございます。